はい、皆様こんにちは。レッドグルーバーの宮脇とレッグルの和也です。はい、本日はレッドグルーバーから皆様に大切なお知らせの方がございます。2010年の3月の20日からですね、約11年間続いてきたレッドグルーバーなんですけれども、4月をもちまして、和也くんの方がレッグルから、一時ソロ活動に、専念するということで抜ける形になっております。つきまして、レッドグルーバーのレッグルチャンネルの方にも和也くんは一旦出演しませんし、あとコンサートを2人で行うことも、一旦なくなるというふうな形で、新たなステージの方に、行っていただいて、で私も、レッドグルーバーとしてもちろん続いていくんですけれども、新たなスタートチャレンジの方をさせてもらいたいというふうに思います。なのでレグルは今後ですね、私宮脇一人になりますけれども、ずっとこの場所を守り続けていきたいというふうに、思っておりますので、皆様よろしくお願いいたします。ここで和也くんから一言いただきたいと思います。はい、それではお願いします。はい、レグルの和也です。そうですね、まさにもさっき宮脇からお話があった通り、10年続いてきたというこのデュオ、これは本当にすごいことだと思っています。で、これから先の、さらに10年というふうに考えた時に、自分の中でよりソロ活動としてのキャリアをさらに積んでいきたいという考えに思い至りました。そこで、レックルの活動を続けながらできなくもないというふうには考えることができるんですけど、自分の中で考えた時にやはりここでソロ活動に専念して、さらに自分の目指すべき道というか、そういうものを考えた時にこの選択に、至りました。すごいねちょっとこの辺カットしてもらって、とてもね、さっきも宮城言った通り、そのレックルという場所はこれからも残っていきますし、やっていくということになっています。それぞれ決して仲が悪くなってやめるとか、そんなことは全くないので、二人の仲は変わらず、これからも、やっていくということです。で、この選択を、したということなんですけど、それはやっぱりそのさらにレベルアップしていくための選択であるということをぜひ皆さんに、ご理解いただければというふうに思っています。はい、といったところですかね。どうでしょうか、締めが難しいけどあんまり、喋ってもね、あれだと思う。もっと喋っていいですよはい、それぞれの道をよりね、レベルアップするための、その一旦の、選択ということを、ご理解いただければというふうに思います。はい、ありがとうございます。またね、和也くんの新しい YouTube チャンネル等も、下の概要欄の方に、添付しておきますので、今後のレッドグルーバーと、そして岡本和也くんの方もですね、引き続き皆様に応援していただければ我々嬉しいですので、よろしくお願いいたします。そして、レッドグルーバーですけれども、4月をもちまして、一旦和也くんが抜けるというふうな形を取らせてもらおうというふうに思うんですけれども、4月にですね、ラストコンサートの方を企画の方させてもらいます。でこちらでですね、2曲を新曲として皆様の方に、お届けさせてもらうような形で、レッドグルーバー岡本和也くんの最後とさせていただきたいというふうに思っておりますので、またそのお知らせに詳細につきましては彼のチャンネルとこちらレッドグルーバーのレグルチャンネルの方で皆様にお知らせさせてもらいたいというふうに思います。皆様よろしくお願いいたします。なんか死んでしまうみたいやねでもね、本当に新曲発表するということでね、本当に力が入ってますね。はい、それぞれが曲を書いて、ここに本当にこの 10年間、本当に数えたらでももっとじゃないですか、長い期間やってきたんですけれども、その中でも本当にもう、肝入りというか、そういった内容になると思いますので、ぜひね、4月お楽しみにしていただければと思います。はい、よろしくお願いいたします。こんな感じかな。締めのあっさりしてるよね。締めの挨拶みたいな、ちょっと面白くしてもいいけどね。面白くね、もうちょっとなんか明るくいく、明るくというか、なんていうか、業務連絡感があるよね。会話形式というか、なんかこんな感じにしても
いいけどね。まあまあ、初めそれで、今までこれいいんじゃない、で、なんかここから、なんか、フリートークみたいな。フリートークというか、うん、もう喋ればいいんじゃない。なんなら今のこの喋ってるのを流したりとかして。まあ、それでもね、全然大丈夫ですけど。うん、そうそうそう。もともとこのレッドグルーバー、まあ、2010年にどうして結成したかというと、はい、まず、我々の生まれ故郷っていうのが、同じ高知県なんですよ。そうですね。で、和也くんは高知県、高知市の朝日ってところね。で、そうだね。そう。で、僕は高知県室戸市っていう高知県の東ですね。関東寄りの方に室戸岬っていうのがあるんですけれども、徳島県に隣接した市があるんですけれども、室戸市の方で生まれました。で、大学にが東方学園というね、仙川にある大学、音楽大学になるんですけれども、ここに2人が進学したんです。そこで和也くんと出会って、このデュオを組むというふうな形になっていくんですけれども、うん、まあその時高知県から出てきたんだったら高知県で出てきた同士で、まあ天下を取ろうじゃないかと、うん、なんかそんなね、まあ本当に若かったなーっていうのなんですけど、懐かしいですね。懐かしいね。天下取ろうって言って天下って何やって話よくわかんないですけどね。今多分見てる方もあるでしょ、なんかそういうの、なんか人生の証も無視したようなところあるでしょまあそうやってね、一つの目標を掲げて、うん、チャレンジしましたね。そうそう、うん、で、それで一番初めに出たコンクールが日本ギター重奏コンクール、まあ第何回目かっていうのは正直忘れたんですけどよさこい変奏曲っていう楽曲をファンの皆様だったらご存知だと思うんですけれども、まあ我々の、まあ、お箱の曲がございまして、これ高知県の松井孝之先生という和也くんの高校の頃のギターの師匠の方がね、作られた大変素晴らしい名曲であるんですけれども、まあ難曲でもあるんですけど、これを一本でこれを弾いて、全国1位を取ろうというふうに、させていただいたのが、まあ、このデュオを組むきっかけの2010年だったわけですね。で、まあ、この時の結果はですね、本当に残念ながら、まあ、1位しかないって思ってたんですけど、うん、まあ、2位だったんですよね。うん、で、本当にいろんな方に、まあ、我々の師匠でもある佐藤のりお先生とか、一無人とか、うん、本当にいろんな方に、レッスンとか、指示とかしていただいて、まあ、受けただけに本当に悔しくて、泣きましたね、あの時は。懐かしい思い出ですね。いろいろと。いや、青春にあったよ。まあ、思いがあったんでしょうね。うん、そういう。うん、本当にね、あの頃は若かったし、未熟だったし、輝いてたし、何でも怖いものなんて何もないみたいな、そんなところがね、あったりとか。うんうんうん、で、本当に毎日のように飲んでたし、僕はね、飲んでましたね。はい。結構ね、すごかった。もう本当に、ひっちゃかめっちゃか、なんかギターを弾いたりとかね、していて。で、まあその中で、ちょっと待ってください。こういうことも起こります。はいはい、お荷物がね、ちょっと届きました。しゃべりよって、しゃべりよって、うん、宮城さんがじゃあちょっとお家の荷物を対応している間に、まあ、お話しますと、そうですね、そのコンクールを受けようと思って受けて、で、まあ、結果2位だったということで、でもそれがきっかけとなって、いろんな方にこうお話を、聞いていただいて、それで、2人だけでできる2人だけの音楽、これを、作っていこうということを決意したことが、僕たちデュオのきっかけとなりました。まあこれはそうですね、もともとは僕ら今で、はい、まあ僕たち今レックルっていうね、レッドグルーバーという名前で活動しているんですけれども、もともとイゴッソーという名前で、ギターデュオイゴッソーとして、活動をしていた時代がありました。はい、お帰りなさいませ。どうぞどうぞ。まあ、今ちょっとその、はい、コンクールがあったのがきっかけで始めた、はい、いろんな方のお勧めで、うん、2人でデュオを続けていくということを話した、うん、でそれで、活動を始めるきっかけとなったという話までして、うん、で、もともとはっていう話を今しようとしているというところです。もともとはね、イゴッソーという2人組のデュオで、うん、活動をスタートしました。懐かしいですね。あれも大学生の頃でしたもんね。うん、言ったらもう20歳だから、本当結成した時だから、うん、20歳なってなかったぐらいだそうやね、うん、19歳と3ヶ月ですね。僕ら2人とも誕生日が12月なんで、うん、3ヶ月ぐらいの時に、うん、まあ結成ということで、うんうん、まあそれから、いろんなところで
いろんな方にお世話になりながら、はい、いろんなお仕事をいただいて活動を続けてきたということで、うん、でまあやっぱね、このクラシックギター業界、やっぱりそのクラシックの曲を弾くのがもう普通なんですけど、うん、やっぱ僕らは、まあ、そうではなく、うん、自分たちの曲を作って活動をするということに、うん、まあ主眼を置いて活動するっていうのをやってきた、うん、ディオになります、うん、本当にね、あの始めたばっかりの時から作曲はお互いにね、うん、そうだね、やってましたよね。珍しいですよね。でもその、うん、クラシックギターディオとか、うん、まあトリオでもそうなんですけど、うん、普通やっぱり楽曲提供とか作曲家がいて、で我々がその作曲家が書いた曲をまあ演奏するっていう方、うん、まあ中にはね全部オリジナルの方はもちろんおりますけど、もちろんね、なんかこうすごい珍しいスタンスで、そこにまあ我々が育った高知のまあ風土であったりとか、うん、その高知のなんていうんですかね、まあ、南国土佐ということで情熱高知というふうに言われますけど、うん、まあそういった風を乗せてみたいなところで、うん、まあいろいろね、あの、うん、他にないものを試してきたなっていうのはありますね。そうですね、うん、最初に作った曲何でしたっけ、覚えてます？最初に作った曲何やっけ、何やったっけ、スパイス、いや違います。違うか、違います。それはもっと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 後です。もっと後か、もっともっと何やろ最初に作った曲、あ、レッドデビルか。そうです、レッドデビルだ。そうです。おー、レッドデビルというね、あのレッドデビル、よく覚えてたね。まあ1曲目っていうか、まあその初めて作った曲、まあいろんなその期間があるんですけどね、うんうん、あのもちろん僕たちはそのさっきも言ったように、あの松井忠之先生の楽曲を弾かせていただくことからスタートして、うん、でまあちょっとだけね、その弾かせていただく期間っていうのがもちろんあって、松井孝之先生のデザイアとかね、うん、例えばね、まあ、いい曲ですね、ね、いい曲ですよね、うん、あの曲もやりましたよね、うん、まあ、そういった曲を経て、うん、まあそのまあ、そういう曲、そういうその、まあ、かっこいい、すごいこう、うん、まあ、スパイシーな曲なんですけど、かっこいい曲を自分たちで作るという、うん、ことを、まあ、それを経て始めたということになりましたね、うん、そうだね、うん、まあ、レッドデビルに関しては宮脇がほぼその書くというか形を作って、うん、あのお互いにああだこうだと言いながら作りましたね、うんうんうん、これもレッドデビルといえばね、やっぱり面白いのが、あの皆さんご存知の方は分かると思うんですけど、すごいフラメンコというか、うん、スペインスパニッシュなあの要素がすごい入った曲なんですよね、うん、で初めなんかただ弾くだけだったら面白くないということで、あのなんていうんですか、フラメンコの踊り手さんとかと一緒にやったね、コラボさせてもらったりとか、懐かしいですね、いろいろね、あの試行錯誤、あの我々にしかできないものっていうのもね、本当にいろいろ挑戦してきたなって。あとは、まあ、ちょっと新しくなるけど、東京映画社さんと一緒に、まあ、映像とコラボしてもらった、あのしたりとか、自分らが弾いた曲に、映像をちょっと専門の方がね、もうプロの方が映像をつけて、そのだけのためにつけてくれて、でその映像と一緒にコラボレーションさせてもらったりとか、いろいろやりましたね、いろいろ本当に他の楽器も入れてやったりとかね、まあ、ほんまにいろいろあって立ってきたなっていうのがね、うん、思いますね。ちょっと遡ります。どうします？いくらでも行きますよ。あ、いいよ、もう全然。遡ります。その1曲があって、で、うん、あと2曲ね、あの、うん、そこから作った、僕が作った社員という曲。あ、爽やかなね。うん、爽やかなね、いい曲。いい曲だね。いい曲なんですよ、これがまた。それから2人で作った羅針盤とかね。うん、まあ、この3曲を、まあ、まず作りまして、で、僕たちのデビュー CD ということ、うん、その収録に入ってるわけよ。行くわけですね。うんうんうん、まあそんなことで、最初に出した CD が、イゴッソーという3曲入った CD、はい、これ自社出版でやりましたね、はい、ですね、1枚500円で売りましたね、1枚500円、懐かしいね、懐かしい、あれね、あれなんですよ、あの1年間で、あのイゴッソーっていう CD が1000枚売れたら、あの某その当時ねすごくお世話になってたの、まあ名前はあえて出さないですけどブッキングしてくれてる、まあすごいお世話になったマネージャーの、ブッキングマネージャーの方いらっしゃったんですけど、1年間で1000枚をあのお前らの手だけで売ることができたら焼肉を2人にご馳走してくれるって言ってくれたんですけど、いまだに終わってくれてないです。いや、うちも頑張って売りましたね、それは売ったよ、うん、いろいろ回ったね、うん、だから僕たち本当に何もゼロからスタート、ゼロからって言っても、まあ、もちろんね、先輩方、諸先輩方の、うん、あの力があってこそ、まあ、続けてこられたことがあるんですけれども、うん、そういう CD をまず1000枚作るなんてね、
ことはまず、結構こうチャレンジだったんですよね。そうだね。そうですよね。だからお互いまだまだって言ったらあれですけど、まあ、賃貸でね、こう、うん、生活してて、で家も狭いわけじゃないですか。うん、その家の中にね、こう CD の段ボールがこう、一つが200枚入った段ボールがもう、ごくごくんと宮城さんのお家にしばらくありましたよね。うん。懐かしいもんです。あれ、びっくりしたね、うん。いや、まさかそんなに多いものだとは思わなかったから、もう CD で部屋がいっぱいになってしまって。ねえ。うん、もう物理的に早くこれどかしたいなっていうふうに思って。これはもう早く売らないといけない。ねえ、売らないといけない。売るしか方法ないですから。うん。そう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 。強い思いも持ちましたけれども。うん、まあでも頑張って売ってね。うん。まあそこからまあいろいろと、試行錯誤を繰り返しながらね。はい。また曲をどんどん増やしていって、うん、うん。活動を進めてきたと。で、まあ、オリジナル曲大量に作りながらも、うん、まあやっぱりその、コンクールにっていうのがね、はい、まあ、ちょっとこう引っかかりでもあったことは確かで、自分、ね、怖かったよ正直、うんうん、またね、受けたらいいじゃんって思うじゃないですか、うん、2位ね、1位取れなかったらまた2位、うん、もう1回受けて取ればいいじゃん、そんな、うん、行動ですよ、なんでもと、うん、いうふうに思うかもしれないですけど、うん、正直ね、もう今だから言える、まあ、和也君には話したんですけど、うん、怖かったですよ、2回目例えばこれで受けてさ、で、また2位とかさ、で、2位だったらまして、3位とか、賞、うん、に入らないとかさ、うん、そんなになったらもう、泣けてくるじゃんっていう、すごいね、そういうところがありましたよ。だから2回目受けるっていうのはもうほんと切腹の覚悟というか、なんか、自分はね、なんかそういう風な感じの思いがあって、もうあとはもう絶壁だと。うん、もうあとはない。海、うん、水の陣ですね。そうです、そうです。うん、もう打たれたらもう、落ちちゃいます、もう飛び降りちゃいます、死んじゃいますよみたいな、うん、もうそんな状況の中、まあ、受けたっていうのは2017年ですね。17年ですか、あれは、うん、17年、まあ、だいぶ時が経ちましたけれども、本当にそれぐらいの時間がまあかかるくらいの、うん、まあ、その気持ちの入りようがあったということですよね、うんうん、もちろんそういう不安があるっていうのももちろんですし、どういうスタイルで僕たちがそのコンクールに臨むべきなのかというのもやっぱりすごく悩んでましたね。そうだね、まあ、常に今僕ら悩みながら進んできてはいると思うんですけど、うん、やっぱそのコンクールってまあもともとその2位取った時もその松井孝之先生の楽曲をいただいてその曲を弾いて、うん、だから人の曲ですよね、言ってしまう、そうだね、そう、それがまあ普通なんですよ、まあ、うん、業界で言えばね、うん、そこをもう一回やるかとかねうん、それでもまあ今までこの、まあ、そのコンクールに至る2回目のコンクールに至るその7年間で培ってきたものを出すべきなのかとか、うん、まあ、いろんなことを悩みながら、挑戦したコンクールでしたね。そうだね、うん、結果としてはどういった形だったかというと優勝ですね、まあ、1位をねいただくことが、まあ、皆さんご存知の通りできたんですけど、これが内容がすごくて、日本ギター重奏コンクールっていうのは、うん、もうクラシックギターのクラシックのコンクールだったんですけど、そこでなんと我々はですねオリジナルで挑戦したんですよね。でこれってもう前代未聞の大試験なんですよ。だと思いますね、後にも先にもないんじゃないですか。まあオリジナル曲と、まあもう一曲はねクラシックの曲ということで、うん、ちゃんとまあねその踏襲した形のものもしっかりこう、見ていただいて、うん、さらにまあそこに加えて僕らのオリジナルの曲もぜひ聴いていただきたいという気持ちで、まあ受けさせていただいたんですけど、うん、まあ結果優勝ということでいただいて、うん、まあこれは嬉しかったですね。でもね、嬉しかったですね。いや一か八かですもんね。一か八かよ、本当に、うん、本当に、うん、だからまあ、うん、そういうことを、うん、まあやるやつらだということはやっぱそれでも思いますよね。うん、面白いと思うんですよね。活動を見てくると本当に面白い。だクラシックのコンクールでオリジナル弾くとか、しかもニューワールドですよ。ニューワールド、それからクラシックの曲だとオイエスカスの感想曲という曲2曲でね、受けたんですけど、でも本当に賞をいただけたことは本当に嬉しくて、まあなんていうかね。まあ、ある意味こう認めてくださったということだと思うんですよね、うん、そうだね、認めてくださった、うん、そうですねということだと思うんです。うん、うん、まあそういうことで、そんな僕たちの、まあ、事件というか、まあ、ニュースというか、
がありましたね、うん、でありましたね。そこからですよね、そこから2017年にそれをいただいて、うん、で、まあ、またいろんなこう先ほどもお話しましたが、東京映画社さんとのつながりがこう、はい、こうそこで活発になっていくきたりとかね、うん、で、CD を出すという運びに、ね、はい、なったりとかしましたね。うん、でこれがまあ一番最後の、まあ、最後というか、まあ、豪傑というふうな、ん、あの CD なんですけど、うん、まあ、あのすごく好きなんですけどね。でここによさこい変奏曲が入ってるんですよ、この、うん、あの豪傑というアルバムの中に入ってますね、うん、でこれがまあ我々の一番初めのルーツの曲なんですよね。そうですね、うんうん、まあ、2位いただいて、まあ、ちょっと悔しい思いしたコンクールで我々が聴いた曲、まあ、でもあのあれですよね、必ずライブで聴いてますもんね。それはね、うん、あのもう言ってました、公言してて、我々があのレッグルを始めたらもう絶対このよさこい変奏曲は絶対ライブでやる、うんうん、ずーっともうこれはもうコンクさんとライブがある時はもう絶対この曲は弾かせてもらうというような形で、本当にもういろんなところでこのよさこい変奏曲は弾いてきましたね。ですね。山奥、路上、うん、ホール、カフェ、居酒屋、うん、あ海、廃墟の中とかね、あとうちの実家、和也さんの実家、うん、和也のおばあちゃん家、もうね、いろんなところでこれ弾いてきましたよ。ですね。どっかの企業の事務所とか、うん、もう本当にねこれはいろいろほんまに思い出が詰まった、それこそもう本当に我々の魂がこもった詰まった、うん、まあ、曲でございましたね。まあ、それを CD を、まあ、収録するということで、うん、その曲をぜひ入れたいということで入れて、うん、まあ、あとは、まあ、書き下ろして曲を数曲ね、はい、書き下ろして、ゴーケスというアルバムを作らせていただいて、はい、その東京映画社さんのお力添えがありまして、うん、ジャケット撮影だったりとか、うん、それから CD の出版であったりとか、レコ直配信であったりとかっていうことをいろいろとこう手掛けてくださって、うん、またよりね僕たちの音楽が広く広がるきっかけになったかなというふうに思います。うんうん、そうですね、うん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 、まあ、それより前に CD の発売で言えば、イゴソー時代にねベストアルバム出してるんですよ、2014年か、うん、あのねリュウちゃんのところで、そうですね、リュウちゃんの友達がいるんですよ、リュウちゃんのところでね、うん、収録させてもらって、で、あれもお持ちになってる方とかもう一回聞いてもらいたいんですけど、音がすごいね、温かいと思うんですよ。今聞いてもいいですよね。いいと思います、すごく綺麗だと思います、うん、あのね、音は VHS で撮ったんですよね、うん、デジタル録音じゃないんです、アナログ録音で撮ってるんで、また珍しい手法で作ったんで生音が本当に綺麗で、うん、よりいいスピーカーで聴いていただけたら、ね、すごいね実感されしていただくことができると思うんですけども、うんうん、ぜひね聴いていただければ嬉しいです。そうね、うんうん、あの中では和也さんが作った「わだち」って曲が ね僕はすごく好きで、わだちね、うんうん、でこれはコーチスマートドライバーさんの方に取り上げていただいて、はいはい、まあ、イメージソングということで東京の虎ノ門かどこかであったその全国の発表会みたいなやつでも紹介、うん、柳祭りだったかな、うん、あそこでも聞かせてもらいましたね、聞かせていただきましたかね。でもそのそういった場所でも紹介させてもらって、でそれすごくて、うん、もう本当にチームラボの落合陽一さんとか、あと送り人の、脚本学、小山優、君堂先生っていう方がいらっしゃるんですけど、方もコラボしていってる、こうパネルがこうずっとずらっとあるんですけど、その中で、私たちもその同じその方たちと同じようなパネルで、うん、掲示していただいたりとか、うん、本当にでもそれも何もね曲がいいっすね、わだちという曲本当に心が温かくなれる、うん、すごい、まあ、人気もあった曲なんですけど、いい曲ですね、はい、うん、私は本当にわだちという曲が好きでしたね、うん、うん、いろいろですねいろいろですね。それからはもうあれですね、まあ、YouTube の方に、あ、そうですね、まあ、時代とか、うん、で特にまあここ数年、うん、そのまあ、うん、このコロナのウイルスのまあ影響もあり、うん、まあ、YouTube の方に力がぐんと入っていったっていうようなところですね。でそこで今までオリジナルしか我々弾かなかったんですけど、
この YouTube の中で2人でルールを決めて、水曜日と日曜日に1週間に2回ね、必ず動画を上げていくというふうな形で、まあ人気の楽曲であったりとか、2人がもともと好きでやる曲とかを、まあギターデュオとか、ソロで、ずっと上げさせてもらうというふうな活動の方をさせてもらって、で、初めて2年ぐらいで、今、1500人ぐらいだっけ、上位ターンのね、チャンネル登録者数がまあこれぐらいまで行って、うん、でまあ本来これも YouTube を始めなかったら我々のことも知る由もなかった方たちにもね応援していただけてるというふうなことだとも思いますので、うんうん、1年と数ヶ月で、まあ、1500人という多くの方に、まあ、見ていただけて本当に成長しましたね。しました。もう音楽家としても人間としても本当に、皆さんと、はい、レッドグルーバーに、和也君にそして皆様に本当に成長させていただいた、11年か2年間そうですね12年でしたね。そうですね。レッドチャンネル、本当に、いいチャンネル初めはね、いろいろやっぱ試行錯誤しましたね、レッドチャンネルについても。そうですね、僕がゲームやったりとかね。ああそうね、そういうのも残ってますし、矢脇はどうですかね。まあいろいろやりましたね。一人焼肉してみたりとか、ね、あとブラジリアンワックスとかやってみたり、ブラジリアンワックスとかクレームが入ったりとかありましたね。まあいろいろありましたねはい、もう何でもやってやろうというような感じでそうやってましたね。頃はね、まあ本当に自分たちの活動もこう、見えない中でこう試行錯誤したチャンネル、本当に最初の方見ていただけたらその感じがね、伝わるんじゃないかなって思うので、ぜひね見返していただければ楽しんでいただけるんじゃないかなって。面白さね、見返してね、面白いと思いますよ、一つやと思うよ、そうそう、それもまた面白いと思います、そうですね、はい、まあとりあえず今はラーメン二郎が食べたいかな。ああいいですね。学校の近くにラーメン二郎っていう大盛りラーメンの店があるんですよ。そうですね、はい、で喋ったら怒られるみたいな、そういうラーメン屋さんがあるんですよ。食えよとかね。あ、そうそう、チラチラこう見られるっていうそうね、練習終わった後で食べに行ったりとかね、うん、あと逆に鍋二郎とかって言ってそれを持ってなんか食べれるんですよ、はいはい、授業が終わって例えばするわけで、学校10時まで、夜の10時まで空いてるんですね。だからまあ5時ぐらいに授業が終わって、まあ、6時ぐらいから合わせ練習とかして、まあ、7時8時とかだとお腹空いてくるわけです。鍋二郎やっちゃうみたいなノリの、先輩とかいたりとかして、でっかい鍋をうちから持ってきて、でそれにお店に持って行ったらこれにこのでっかいこの鍋にラーメン入れてくれるんですよ、まあ今だからね、まあそういうのを言えますけどね、ほんまオフレコだと思いますよ、これは本当はね、NG だと思いますから。今だから、まあ時効だから言う、言ったらね、そうですけど、違う違う、これね、あれですよ、いいですか、バレてるんですよ。あ、そうなの。バレててね、何回か言われてますよ。あ、そうなんだ、会議室で、そうそう、あ、まあ会議室って言ってたらなんで、まあ学校のとある一室をね、勝手にこう利用して、もう鍋をするっていうことをやってたんですよ。鍋狂ってるわ。ものすごい匂いでね、やっぱり、ね、ニンニクが、ニンニクと油がすごくて、もう本当にいやー、あれはえげつないことをしてましたね。こんなだって刻みニンニクが鍋の上に乗っかってるんですよ。ニンニクですからね。これぐらい、ほんまにね、大げさじゃないよ、うん、これぐらいのニンニクとこれぐらい の肉の塊がダン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 って入ってて、野菜こんなんで、ちょっと検索ラーメン二郎にしてもらえれば出てくると思うんですけど、鍋二郎ね、鍋二郎ね、そう、これをね、やって、また気合い入れて、で、夜の9時ぐらいになって、で、またその残り1時間ちょっと、合わせ、コンサート前とかね、コンクール前とかには、ちょっと、ラストスパートかけるみたいなことやったりとかしてて、ラーメン二郎と、まあ、レッドグルーバー、まあ、囲碁荘も、切っては切り離せない。そうかな？かな？そうかな？どうだろうな？それわかんないけど。まあまあ、いいですけどね、それで。それでいいですが。まあ、今は宮城さん、二郎食べたいということ。食べたいなと思ったら、こんな話してたら。その気持ちはね、そう、いいんじゃないですか。まあね、もう本当に食べ物にも、場所にも、いろんな思い出がやっぱり、そうですね、あります。レッドグルーバーというものは、本当にいろんな場所と、それから人と、に恵まれて、ここまで来た。はい。というふうに、やっぱり本当に思ってます。はい。なんでやっぱりこう思い出し始めるとね、こう語りたくなってしまうということなんですけれども。容量がいくらあったの、谷。本当に。カメラの。本当に本当に。
全然いきますよ、このまま12時間ぐらい。12時間。いけます。なんならちょっと、なんだったらワインとかちょっと飲みながら、うん。ワインセラーもありますからね。はい、うん。まあ、それぐらいね、本当にお世話になってきたので、うん、本当に語り尽くせないですけれども、うん、まあ、一旦ここで、はい。そういった選択をするということを、はい、皆様に、お伝えしたいなというふうに思います。はい、寂しいな、悲しいなっていう思いを思ってくれている方も多いかと思いますけれども、まあ、次の我々をね、応援していただいて、うん、次の和也君、これからどういうふうになっていくんだろうかとか、レックルのこれからもね、うん、どういうふうに宮脇やっていくんだろうか、あいつ一人やのに大丈夫なのかなとか、うん、まあそういった部分もね、ドキドキハラハラしながら楽しみながらですね、うん、我々を応援していただければと思います。はい、はい、なんて言うんですかね、うん、4月の僕たちのコンサート、ぜひ楽しみにお待ちいただければと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。Thank you.
ー。